政治の世界を知ってみようということでこの動画を撮っていきます。では今回は新宿区議会議員の伊藤陽平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新宿区議会議員をやっている伊藤陽平と申します。今35歳で一番若い最年少の区議会議員です。で無所属で活動しています。よろしくお願いします。もともとその政治家を志すきっかけっていうのはどういったものがあったんですかね。もともとですね、自分の目でですね、いろいろ課題を見て解決したいと、そういう思いで起業家になったわけですけど、はいはい、そこでですね、やはり直面した問題っていうのが、その自由がどんどんその政治によって奪われているような現状があるということが、分かりました。具体的に申しますと、税金がですね、どんどん上がっていくと、社会保険も含めて上がっていく、はいはい、あるいはその規制がですね、どんどん強化されてビジネスが難しくなってしまう、そういったですね、現状があるということに気がつきまして、これを解決するですね、方法はやはり、政治をやっていくしかないと、そういう結論に達しまして、それで政治の道に行こうということを決めました。だいたい26歳の時に公的分野で仕事をしたいなっていうふうに思い始めて、はいはい、そこからいろいろ勉強を始めて、区の、なんていうんですか、委員会みたいなところにも入ってですね、そこで委員をやらせていただいたりして、勉強して、実践も しながら、やはりですね、これは挑戦しようという覚悟を決めまして、実際に、1年弱ぐらいですかね、かけて出ようという判断をしたということです。区の委員って具体的にどんなことをするんですか？自治基本条例という、新宿区のですね、条例があるんですけど、それの、内容がですね、しっかり区が、それができているかというのを評価するような、そんな仕事がありまして、そこの委員に、選んでいただいて、そこでいろいろ区政全般についてやったということですね。その時の課題感っていうのはどんなものがあったんですか？自治基本条例というぐらいなんで、区民が主役の街づくりをやっていくということが基本なんですが、私の感覚だと、そうはなっていないというふうに思いましたと。役所がですね、お金を集めて何かその事務をやっていくっていう、そういうことがですね、どうしても上から目線というか押し付けがましいことがですね、結構やっぱりあるっていうふうに私なんかはそれを見てですね、感じてしまって、住民の負担を減らしてですね、その分住民が主役になって街づくりをしていくという仕組みを作らなければいけないんですが、全くその逆行していってるという実態があるなというふうに思ったんで、これは解決したいと思いました。最初の1期目に伊藤議員が注力したことっていうのは具体的にどんなものがありました？一番はやっぱり若い世代の声を届ける場を作る、若者会議っていうのが設置されたんですけど、そういうことをやっぱりやった方がいいんじゃないかってことはずっと訴え続けていました。で実際にそれはできてきました。私の実績だと思ってませんけど、それは形にはなったと思います。その若い世代っていうのは具体的には年代で言うと、これですね、39歳まで若者って結構広いだと思うんですけど、18から39ですかね。だからかなり親子ぐらい離れてるというんで、僕も別に30前でいいんじゃないかなと思ったんですけど、一応ですね、その子育て世代の声とかも拾いたいのかなと思って、そういう感じで今やってますね。基本はやっぱり学生が多いんですか？学生はばかりではないですね。やっぱり子育て世帯の方が結構多い、それなりに来てたっていう。じゃあまさにアラサーぐらいの、そうですね、30代前後がやっぱり当然集中するんじゃないですかね。40ぐらいの人もいましたけど、他に例えばここ注力したなみたいなのって？そうですね、それで言うと喫煙所の問題っていうのはやりましたね。特に公園に喫煙所があるんですけど、その公園の中の喫煙所と子どもの遊具が非常に近いという場所が結構ありまして、自動規制になってしまうという問題があったんで、そういうところは特に地元の保護者の方とお話をして、なるべく、話してもらうかですね、撤去するか、やってほしいということは議会でも要望して、それはかなり、改善されたと思います。ちょっとその脇道に若干それますけれども、大学院に行き始めたタイミングというのはどの辺だったんですか？2020年ですね。あ、じゃあもう本当で2期目になってからってことですか？そうですね、2期目になってすぐ、受験勉強して入ったっていうことですね。大学院に行く必要があるみたいな感じたタイミングとか、どういった理由だったんですか？もともと本当に23で大学院に行こうと思ってたんですけど、はい、その時に行けなかったんですよね。はい、普通に不合格になったんで、10年越しに受かったんで行きましょうというか、前から行くつもりだったっていうことですね。やっぱりその大学に行ってなんかその学ぶっていう価値みたいなのは感じましたか？はい、これは明確にあると思ってまして、はい、具体的にはその研究の方法を学べるっていうところです。これやっぱり学者の先生方とですね、社会人の上司とかですね、そういう人にから教えてもらう内容っていうのはもう全く違うと思って
ます、うん、やっぱり研究のですね方法を学ぶためには大学院に行って、まあ、その道のプロに教えていただくっていうのが一番いいかなと思います。そこの上でさらに会計のことを勉強しないとっていうので会計の方の専門学校予備校ですね。予備校、はい、じゃあ公認会計士の取得も今目指してる。あ、当然それはやるつもりです。1期目の時はその若者会議みたいな話がありましたけど、はいはい、2期目の時に高注力したみたいなのはどういったものがあったんですか。はい、まあ、これはさっきの大学院にも関係するんですけど、うん、まあ、会計は非常に力を入れてやらないといけないと思ってこれは訴え続けていました。まあ、具体的に言うと会計情報を使って政策を作りましょうと、まあ、企業だと、まあ、当然経営者は利益を目標にですね、うん、数字もちゃんと作ってやっていくわけですけど、うん、役所の場合もお金が関係ないかというと、まあ、あると思います、うん、基本的にはコストを安くするっていうことはできるはずなんですね。これも市場をちゃんと見てですね、安くコストをするってことは当然できることだと思いますし、売上利益の部分に関しては税金をですねなるべく使わないようにして返しましょうという発想が本当は必要だと思ってます。まあ、具体的に言うと減税をすべきだと思っているんですけど、今そこのですねお金の管理ができていないと、まあ、普通だったらその利益目標を作るっていうところがあるんですけど、いくらじゃあ税金を今回浮かせてお返しするんだというですね目標を立てていないですね。それを立てるべきだっていうのはこれはまだかなり先の話ですけど、私は必要だと。今その新宿区で見えてる課題としてここでかいぞみたいなのっていうどういうのがあるんですか。基本的にほぼ全部 EBPM になってないんですよ。だから僕は全部問題だと思ってます。まず前提として。あ、なるほどなるほど。で特にその中でも数値化できるものに関しては EBPM でやった方がいいと思ってます。具体的に教育は EBPM を導入すべき、まあ、特に子どもの時間貴重なんで非科学的なことにですね時間を使ってる場合じゃないという認識があるんで、まあ、そこはなるべくですねデータを取って、まあ、成績の向上とかですね、まあ、あとはそのお子さん の、そのメンタルとか、まあ、そういうののケアができるようにそこはしっかり科学的な手法を用いてやっていくべきだと。他だとですね今私が特にやった方がいいと思っているのは CO2 の削減がエビデンスに基づいてやるべきだと思ってまして、そこはもうまさに数字ですね。もう完全数字出るんですけど、これ環境を良くしましょうっていうのは無限にお金が投じられるんですよ。うん、こう社会的にですねこれソーシャルグッドだっていう話になるともういくらでも金をつぎ込めみたいになっちゃうんですね。どうしても今社会的にそうなっちゃってるんで、そこに関してはちゃんとエビデンスに基づいて、私はあの環境ダッシュボードみたいなものを作ってですねちゃんと効果があるものとないもの、費用対効果がこんだけありますよっていうのを全部データにしてですね示した方がいいと思ってるんで、まあ、そういうことを今訴えているところですね。今の若者に対して感じていることとかってありますか。やっぱり、まあ、日本ですとか新宿もそうかもしれませんけど、あんまり魅力を感じてないっていう方が、まあ、特に優秀な方は、まあ、そう思われているのかなというのはすごい感じます。政治自体にっていう、政治自体も含めてですね。だからやっぱり外に出た方がいいんじゃないかっていうことになってしまう。これはしょうがないと思ってます。まあ、そういう人たちが活躍できるようにやっぱり整えていくっていうのが政治の本来の役割だと思っているんで、官と民があったらやっぱり民の割合をどんどん増やした方がいいと思っているんで、民間で新しいことに挑戦していただけるようなスリムな行政っていうのを目指していきたいと思ってます。じゃあやっぱりその優秀な人たちが、まあ、その政治に注力するっていうよりかは、まあ、自分たちのフィールドでより自分たちが活躍できるようにっていうそういう場をなんていうかこう作っていきたいみたいな、はい、そうですね。政治で活躍するってそもそもかなり難しい話だと思ってるんで、お金を集めて配るか規制をするか、まあ、大体簡単に言うとそういうことをやるわけなんで、そこで活躍するっていうのはかなり難しいと思います。で、新しいことをやるんだったら当然民間で新しいことに挑戦して結果を出した方が世の中に与えるインパクト大きいと思っているんで、若い人はできるだけ、まあ、そういうところにですね注力していただきたいと。逆にその若い人に政治家でも目指してほしいみたいな思いとかもあったりするんですか。あ、もちろんです。若い人が挑戦する分には本当に応援したいと思いますし、私も引退するんで若い人に、やってもらえてるなと思ってますね。そこは今例えば大学生とか社会人数年ぐらいの人とかが政治活動とかやってみたいなって思ったとしたら、例えば伊藤議員の目線で言ったらどういうアドバイスをしますか。まあ、やっぱり住民の知り合いを増やすっていうところと、まあ、ちょっとですけど役所の事務について勉強すると。ただまあそんなに選挙には関係ないんですけど、まあ、モチベーションをですね、何のために立候補するかっていうのを知る上でも、まあ、ちょっとは知っておいた方が
いいと思います。あとは補助っていう目線もあるかなと思うんですけれども、はい、それはどうなんですかね。補助は基本的にいらないと思ってます。補助は民間の中で十分成立することだと思ってますんで、まあ、これは私がですね自分で実業家なんで分かることなんですけど、役所にですね補助金をくださいという話をして、うん、まあ、お金もらえることはあると思うんですけど、うん、なくてもできます。需要があることであれば資金調達できますんで、それ需要がないことをやらなければいいと、こんなことに税金を使うって必要は全くないと思います。 NPO 活動に関してもやっぱり補助をあんまりするっていうこと自体がこれは必要が薄いと思ってます。全くないわけではないと思うんですけど、まあ、本当は民間の寄付でやっぱりやるべきだと思ってます。実は民間でお金集めることができるわけですね。でそれが集まんないんだったらそもそも需要がないことですし、寄付を集めるための活動が足りてないっていう可能性もあると思います。今回は、伊藤議員にインタビューさせていただきました。伊藤議員、ありがとうございました。ありがとうございました。